どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は近くのスーパーで買ってきた面白そうなアメリカのグミを紹介したいと思います。カラフルでアイデアもいいですね。それはこちらです。フランクフルト 3D Gummies Animals の紹介です。 3D の動物グミ、動物が乗っています。ゴリラ、ペンギン、ライオン、そしてクマです。で後ろはこういう感じです。後ろの方では味が乗っています。ペンギンがブルーラズベリー味、クマがスイカ味、ゴリラがオレンジ味で、ライオンがチェリー味です。全部人工的な味って書いてあります。ちょっと怪しい感じがするんですけど、食べてみなきゃ分かんないですね。こちらの値段は1ドル、日本円で120円ぐらいです。 All around flavor and fun、 いろんな味があって楽しいって書いてあります。パッケージが結構シンプルでいいですね。香りは結構いいです。こういう感じに入ってきます。さっきはブルーラズベリーがペンギンで、スイカがクマって言ってましたけど、ゴリラのブルーベリーとかもあります。チェリー味、ウォーターメロン、オレンジ、ブルーラズベリー、こういうベタベタした感じがあんまり好きじゃないですけど、美味しそうですね。チェリーから食べたいと思います。いただきます。チェリーの味はまあまあ美味しいです。こういう歯ごたえがあんまり好きじゃないですね。ぐにゃっていう感じがします。グミを噛んで食べると気持ちいい感じがするじゃないですか。こちらはそういう感じではないんですよね。楽しんで食べるっていうことができません。チェリーの味もエキサイティングではないですね。オレンジ、オレンジは結構フルーティーですね。シトラスっぽいのがちゃんと入ってる。ウォーターメロン、ウォーターメロンの味は超美味しいです。スイカの味には力がありますね。ブルーラズベリー、ブルーラズベリーの味はまずいです。ブルーラズベリーの味はしますけど、ほとんど変な味です。他にもクマとかライオンもあります。グミのデザインが結構好きです。グミ部屋ですね、こちら。やっぱりダメだ。点数は45点にしたいと思います。超美味しい味が一つだけあって、他は普通に美味しいのとまずい味でした。ぐにゃっていう感じが嫌いでした。6年ぐらい前に紹介したスーパーマリオグミ 3D のグミと同じ食感です。楽しい部分もありましたね。動物の形をしたグミって結構好きなので、こういうのを見るとワクワクしますね。おすすめはしませんけど、もし見て気になったら買ってみてください。フランクフルト 3D Gummies Animals の紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。開けらんねえ。おじいちゃん